諏訪神社停留場は、長崎県長崎市歴代大区町にある、長崎電気軌動ホタルジャ屋支線の路面電車停留場である。駅番号は39。2号系統、3号系統、4号系統、5号系統が停車する。長崎くんちで有名な諏訪神社の最寄りの停留場である。当停留場は1920年、長崎電気の第3期線。 桜町馬町間の開通に合わせて馬町停留場として開業した。当時の終点で1922年には車庫が開設された。1934年にはホタルジャ山での区間が延伸開通。馬町停留場は廃止され、移設の上諏訪神社下停留場と改称した。1936年には諏訪神社前停留場に改称。 2018年には停留場の最寄り施設を明確にするため、前を外して諏訪神社停留場に改称した。諏訪神社停留場は平洋軌道区間にあり、道路上にホームが置かれている。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟んで、向かい合わせに配される。線路の北側にあるのがホタル茶屋方面域のホーム、南側にあるのが西浜町。 長崎駅前方面行きのホーム。付近にある馬町交差点の交通渋滞緩和のため、横断歩道は設置されず、両ホームへは地下道にて連絡する。戦前よりホームを備えた数少ない停留場の一つだったが、安全地帯は戦時中に軍の命令を受けて一度撤去されている。昭和初期頃の馬町車庫当地にはかつて、長崎電機の車両基地、 馬町車庫が置かれていた。1922年の開設で側線を3本備え、収容能力は車両20両分ほど。車庫の建物は当時としては立派な2階建ての洋風建築で、2階は貸事務所表通りに面した一角は貸見せ穂として使用された。車庫はその後、1934年に大橋車庫が完成したのに伴い閉鎖され、 長崎電機の本社事務所へと改装された。車庫があった場所は歴代区長にあるガソリンスタンドエネオス馬町 SS 付近に相当する。長崎電機の調査によると1日の乗降客数は以下の通り。県営バス、長崎バス、諏訪神社前バス停 ABC 電繰り、宮川2000、P74、ABCDEF 電繰り2005、 p 8 3 a b c 百年史、P129ABCD マゴ2 0 0 9, 9 p 5 8八百年史、p 1 2 8 a b c d 百年史、P126AB 電停名称変更のお知らせ長崎電気起動2018年4月4日閲覧 a b c d e 百年史、P18AB 電ク2005 P157 朝野高人長崎電気軌動13カ所停留場新名称に35年ぶり明日から毎日新聞 P23 ABC 百年史 P130 ABC 河島2013 P48 当時安全地帯があったのは東停留場から先ホタルジャ山での各停留場のみだったタクリ宮川タクリ P158、百年史、P125、ありがとうございます。